科学の結婚。科学の結婚は、1616 16年に、ストラスブールで刊行された著者ヨハン・バレンティン、アンドレイエによる小説である。バラ十字団の回想クリスチャン・ローゼンクロイツを主役とした小説であり、バラ十字団の基本文書の一つ。アンドレイエは、本作の著者は、ローゼンクロイツ本人であり、自分は単なる観光者であるという体裁を、装っている。 本作が刊行される以前の1614年にカッセルで刊行された著者不明の全世界の普遍的かつ相対的改革の付録冊子バラ十字の名声によって15世紀の伝説だった秘密結社バラ十字団が存続していることが暗示されていたそうした背景から伝説的な人物の書いた幻の書として字幕を引いた科学の結婚の科学とは 錬金術を意味し、バラと十字を結びつけたバラ十字団の競技に沿って、天地創造の七日間を模した昇降生となっている。金属の再生に託して、人間の復活と救済を説く錬金術の思想を織り込んだ、難解で象徴的な非義伝授的小説であり、後の陰皮学運動に影響を与えた。ある日、ローゼンクロイツは王の結婚式に招待される。 道中で四つに分かれた道に遭遇するが、鳩とカラスの働きにより正しい道を選択し、城にたどり着く。招待客は結婚式の客にふさわしいかどうかを試す試練を受ける。ほとんどの客は試練に合格できなかったが、私は簡単に合格した。私が城内を探索していると、地下で偶然女神、ウェヌスの裸を見てしまう。 祭壇での儀式により首をはねられた王トールをよみがえらせるため、私たちはオリュンポースの塔で作業を行う。作業を終えて王と王妃をよみがえらせると、私は黄金の石の騎士に選ばれる。城に戻ると、ウェヌスの姿を見た者がいることを告げられる。私は自白し、門番に従事するという罰を受けることになる。にもかかわらず、私は故郷に帰ることができた。 ありがとうございます。